袋のコップを忘れてしまった。どこ？ないと思う。あるか。いける？ちぎるしかない。いや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 。ここはあかん。それもそこを見せ、こう見せたら。多分そんなに数ないで。うん、その。それでいいや。始まってるんか。始まってるやん。始まってるんか。ちょっとちょっとこんばんは。ちょっとちょっとちょっとこれまだ IGTV 残るやん。めっちゃなんかいろいろ直してたのに。ちょっとそういうのがあった方が明日はありがとう。いや昨日割とあのインカメラからじゃなくてアートカメラからやって、そう斬新じゃないですか。そうお客様映り込んでしまうっていう新事件ではい反転してる。あ、持っていこうか。はいはい、行こうか。この辺ちょっとずれてる。どうずれてるか言って。もうちょい行こうです。あー、ちょうどいいですね。はい、お待たせしました。サンキューの感謝袋。サンキューですね。まあ、デインからもあのそのまま流れてつなぎなんでね、はい、来てくださってると思うので、まあ、もうちょっと待ちます。初日に告知してたからもう、うんうん、じゃあこれで今日うちのサンキュー袋の方をしていくんで、デインにも負けず、まあ、たっぷり梅田も、はい、じゃあちょっとこのまま向こうがどういう終わり方したかを見届けてないんで。確かに確かに。なんかコメントではざわざわしてる順番にやっていきましょうか。じゃあはいはい、お手伝いました。周年感謝袋はい、ちょっとお母さんがごさごさしてる間に、まず、はい、アクション見えそう。配信電池取り扱います？うん。さっきね、とりあえずね。とりあえずね。真ん中ぐらいに言おうかな、あれは。これね、今ただいま猛烈。プッシュ中の。そう、プッシュ中。合言葉を、7個かな、集めて言葉になって、でプラス1万1000以上をお買い上げで、毎度の何回かもお見せしてるけど、はい、ステッカー、はーい、武田さんに逃げて終わった、ありがとうございますっていうのがあります。で、まあ、合言葉は最後の日まで分かんないんですけど、商品の方取り置きとかは前の IGTV とかいろいろ見てもらって、うん、もう割とポロポロは来てくださってるんですけど、うんうんうん、先にまああの取り置きしていただいて、またもう一回合言葉後で送りますっていうふうに言っていただければそれと一緒に送る形になるので、だから今日も、うんうん、あの午後からの時点で、はい、キーワードを一つ発表する形になるので、はい、最後までお付き合いいただけたらよろしいかなと。それですよ、何主題ですよ。そうでしょう。今日はとりあえず何個かこのサンキュー袋っていうのが今日ここね。なに、私逆やわ。うん？こっちや、はい、これね。そう、画面で見たらそれが正しいんですよ、ね。そう。見たらそれここね、ここ。130周年記念。あ、いや、139記念、あれ？あ、うん。感謝袋の紹介。で、デインがやって、その次が、今日ここ梅田。で、今日合言葉。5日で最後合言葉です。はい。で、今日は感謝袋、サンキュー袋です。はい。で、前ちょっとうちでもあったじゃないですか。うんうん。何袋かを覚えていない。はい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 。まあ、その時と一緒で。おこもりセットみたいな感じね。そうそう。今日も何個か袋があるので。あ、いっぱいある。で、あの、取り置きはあのゲームでもいいんですけど、やっぱりその数が少ないので確実にっていう方は電話の方がいいです。それで今回のこのサンキュー袋に関しては取り置きはできないです。まずで、受付が、6日。これちょっとじゃあ見てもらった方がいいかな。そうですね、いきます。はい、もう一回ちょっと反転させるんでね。今日はお団子体張ります。ごめんなさい、もうちょっと右です。ここもうちょっと引いてもらった方がいい。はい、で右です。はい、左でした。あ、左だった。もうちょい引いて、はい、もう一個引いてもらいます。引く、うん、まあまあこれで、ね、ちょっと見れます？見切れへん。はい、これで大丈夫かな。はい、
注文方法をあの、はい、うちの相変わらずですけどメールアドレスの方にお願いします、はい、数が限られているの で, で、ね、自列で行きたいので、うん、DM ではちょっと訳が分からなくなりますので、うん、感謝袋に関してはちょっとこの5月6日の木曜11時からでお願いします、はいはい、で電話電であの紹介したやつは電でメールしてください、うん、電話受付は10時からうちがオープン11時なんでそうなんで、まあ、1時間時間あるんで電応募してうちで応募も多分可能ではあるかもしれません。でこのセットに関しては、うん、全て1万円を超えるんで、うん、超えるね、うん、これとキーワードを揃えばあのステッカーはもうおんの字、うん、他にだからあの購入商品選ばなくてもこのセットを購入される方やったら OK いうことになりますけど、うん、別に合わせてもらっても大丈夫そうそう別にプラスオンでも全然構いませんけど、うん、ステッカーは1個ですそうですね、うん、なんでそこをまた皆さんお考えいただいてはいちょっと気になる方は今スクショ取っといてもらってあとあの長さ梅田のメールちょっとあの検索めんどくさかったらホームページ行ってもらって店舗の梅田茶屋町店行くとそこにリンク貼ってますねそうそのままコピペそのままポチポチするとメール飛べるようになってるので、うん、まあまあちょっとよくご利用される方はアドレス登録でもしていただけるとありがたいかなと思いますありがとうございますこんな感じですかそうですねじゃあ戻ってきてもらいましょうか。はい、行きます。はい。じゃあまあちょっとあの用意していただいている袋があるので順番に見ていきたいと思います。行、はい、きましょう。引きますよ。え？僕いつも引いてるんです。あ、そっか。ちょっと長田くん映りばっかり。え？どうする？はい。はい。見覚えあるかな。あるある。めちゃめちゃある。色しずく。はい。3本セット。でもこれ中身わかんないんでね。なるほど。でも確実に違う色3本ですよね。それは。これは何入ってるかちょっと。あ、はい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 。おお。はい、あ、いいやいいやいいや、ね、いいねいいね。じゃあこれちょっと。そうそう。デンとは違うのよ。あ、これ色が。今ちょっとわかんない。あ、わかる。まあ、いたいたいた。黒、赤、青と入ってるからはいこれはどのインクが入るかは選べないですランダムですねランダムです全くまあ同じ色3色はないんで安心してください、うん、だからマニキス入ってそうですおしかもじゃーんパイロットまあもちろんパイロット攻めっすねそうやねだってまあ色しずくとこれ何なんこれはまだ開けていや違う違うあの ABC の何なんこれはこれなんか弱いの分からへんちゃうはいはいはいこれ A セットあ A セットはい A セット後で値段言ってくださいね後で言う値段、うん、これ A セット大事なことやから知ら見せしようと思ったらじゃあ分かった。これ今分かった今。じゃん。ダダダダダダーン。ギアプレス。ちょっとヒカキンっぽかったけど。マスクがずれる。This yes this is more。これ地幅と色は。わかりません。わかりません。まあまあまあ。あの好きなあのランダムに入ってます。これちなみにイエロー。これイエローかな。イエロー。イエロー。イエローですね。イエローです。ですもー。普通のキャプレスデシモと違って、ここはあのなんて言ったらいいかな。ちょっとこのなし字。そう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 。派手的な。そう。キラキラなんで。先端恐怖症ごめんなさいね。さっきの。割と僕先端恐怖症ですから。あごめん。黄色かわいい、はい、かわいい。あ、光ってる光ってる。いい、ね、いいよね、いい感じで。はい、それがこれが。手袋忘れてる。そうやね、私今素手で触ってるわと思って、後でちゃんと綺麗に拭きます。うん、あのこれをあと手袋取りに行きますので。はい。で値段を言っといてください。ね、A セット。もうそれで2つ、はい。うん。A セットがこの2つ。キャップレスのフィニーカラーズデシモと
色しずくの小瓶のセット合わせてこちらで、A は 13,900円ですね。これが A セット第1の分です。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます、はい、きれいにふきふきしようかな。コンバーターは別売りですか？コンバーターも40これ入るやつがついてるんで、ついてます。安心してください。色しずくがすぐに使います。さすがにそんなサディスティックなことは用心コンバーターだけ後で買ってください。安キャップレスいいっすよね。ワク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 。こんなのちゃんと入ってる。ちゃんと安心してください。一気にもう伝えます。これがまず A セットで、値段が聞いてなかった。13,900円。ん？ 13,900 円。キャップレスもともと12カラーズは10,000。違うよ、2万円よ、ね、2万円か。あれ12カラーズそうか。2万円。値幅も選べません。色も字幅も残念ながらどれが入ってるかわからない。そう、どれが入ってるかちょっとわかんないです。申し訳ない。だってもともと2万円プラス税で、ヨシズクもついてる、何もかかわらず、あ、コンバートもついてるのに、大事。それなのに、ほら、お安い、安い、もう皆さんのでも大感謝です、これは。サンキューです。はい。これがだから、A セット第1弾目で、はい、でまあ、うちはあれじゃないですか。何ロシアンルーレット、うん、まあまあ確かに、まあ、はあ、ロシアンルーレットいいですね。うちはまああれですけど、あれですよ、やっぱり何よ俺万年筆ですけども、そうそう、あのダイアリーセットが、あ、多分手帳担当として、ダイアリーセットが、はい、次何 B 言ったのさ。これ B、うん、これ B セットです。B セットです。よいしょ、忘れずに手袋。これもちゃんと袋入ってるんで、はい、ちゃんと開けましょう。で僕もダイアリーセットやとは聞いてるけど、これね、店長がすごい考えてくださってて、まず何、まあ、頭からいく、もう見えたので、ファイルファックス、この大きさはミニ、あ、できた、電押してた、手袋、これ、待ち、その間開けちゃうか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。なんか最後さ、私ら用意してたか見えへんかったけど、竹中さんがなんか逃げたで終わったみたいで。そう、あのうちの、セットなんですけど、 A セットの139,000円の分が20万円ぐらい入れてたんですね。でそれを与田店長に内緒でやってたんですよ。言わずに勝手に作って、で与田店長がここに座ってて、これも入れる、これも入れるってなったんで、これは終わった後走って逃げないと怒られるぞと思って、走って逃げるぞセットとして、配信が終わったんですけど、なるほどなるほど、はい、走って逃げた後また戻ってきました。そして店長と、店長はお店に帰りました。あ、なるほど、はい、ちょっと後で見よう。ありがとうございます。でそれは今梅田は何のセットの紹介ですか？これちょっとあのダイアリーの方のセット、ファイルファックス。おお、あーいいなー。家にはないよ、ないやつ。嘘、マルデン、マルデンでしたね。イエスイエス。これも中身は分かんないけど、そう、色はちょっと分かんないですけど、今1個開封したらオーキッドでした。あら、かわいい。これは M5 ですか？そう、ミニなんで、ミニで M5 ですね。あ、 M5、 M5、かわいい。まるで何がいいって、プチ財布とかに使えるから。財布ね。そう、財布として使ってる人は割と言い張って。うんうん。ここのジップが。そうそう、小銭入れられたり。
後ろもポケットになってますよね。そう、後ろポケットになってるからお札結構入れられたりする。レジで結構見張るんですよ。しかもさ、うんうん、あの割といっぱい入るからもうがっつり、ほら、あー、なんか中敷き入ってるけど、お札と別にそれこそ映画のチケットとか、あとはリストのストックとか入れてもいいかもしれないですね。かわいい。もう二度。そうそう、これが一番メインの子で、それから、それちなみに、それちなみに手帳だけでいくらの分なんですか？手帳はね、これね、ミニ5なんで、値段が今、何倍だったかな？書いてる、そこ。あれ？さっきつけてたの？あれ？え、あれ？欲しい。うん、わかりました。その間にちょっと僕もう一個見ときますわ。はーい。お、なんかいいのが見えた。さっき見ちゃった。あ、これあれですね。オリジナル攻めでしたね。え？ペンホルダー入ってた。ペンホルダー。右側の。うん、下敷きにもなるやつですね。そうそう。これで、あの、ミネルヴァとかと一緒で、だんだん染まっていくから。うん。2万3200円。これで、今、税込み1万3200円です、ね。おえ、これちなみに何円のセットなんですか？もう言いました？まだ言わないですか？まだ言うてないっす。あ、まだ言ってない。じゃあ、まだ黙っときます。B セットとしか言ってない、まだ。B セット。え、それはもしかして、これはもしかして、もしかして。これ店長入れるんですか？え、中みたい、中みたい。それ限定じゃないですか、これ。限定カラーの、それ北の坂ですか？北の坂ですね、色。キャップレスの5本差し、ロールペンケース。サイズは通常の S サイズですか？ SS。SS、あ、ミニペンが入るやつですね。うん、最高やん、これ。M5 と相性バッチリじゃないですか。そうですね。これからの、これからの、ハイガー変更たちは、くるくると一緒に持ち上げる。この大きさ、初なのね、よう考えたら、この。そうそう。うん、そうそうそう。SS 結構便利なんよ。うん。あの、ミニペンもちょうどいいんですけど、例えば結構こう稼働するペンを入れるのに、あんまり中まで入っちゃうとペン取りにくいっていう方とかは特に便利ですね。個人的にこれ裏地のバランス最高にかっこいいと思う。そうそうそう、裏地グレーなんよ。ああ、そういうの見てるとクンクンしたくなりますね。私今自分のしかないからごめんね、これ。あの大きかったこの普通の Z3 もこんな感じなんですけど、可愛いショートのペンだったらいい感じ入る。今日もあっち持ってくのせた。まあ、丸めて。あ、そうそうそう、丸めて。はい、ああ、いいセット。かわいい。かわいい。よきよき。え、これは、丸面はカラーランダムで、他は色固定なんですか？ヌメと。他は色固定かな。ヌメと北の坂は固定。固定。そもそもこれしかあのミニサイズは出てないから。そうそうそう、そうですね。あ、そうでした、そうでした。これもヌメそのまま、これも色固定です。色固定やけど、これはどういう風な色になるか分からない。あ、そう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 、自分で焼く、焼き焼き、さわさわで。そうそう、さわさわしてね。そう、色変、あとクンクンも。あー、クンクンしたい。で、この3つで、高田さん予想は？それ、切符と全部合計したらなんぼになります？これ合計したらなんぼ？この子が9000円。で、この子が1万2000円だから、合わせたら2万と2000円。うんうんうん、2万2000円 ?2万1000円か。1万2000円でしたっけ、うんうんうん、まあ、2万1000円これで。で、それと、1800円。だから、2万2800円。うんうんうん。ほう。1万8000円ぐらいですかね。うん、だから2万2800円ですね。やっぱりそこでこれが何円になるかですね。まあ、今全員で言いましたけど、うん。からの、からのでいくらでいくら。サンキューですよ、竹中さん。サンキュー。あ、そうですね、え、嘘ということは、嘘、さっきと同価格ですね。これ1万3900円でよ。ちょっと、長田さんと。長田さんとお団子さんも走って逃げないとダメなんじゃないですか？い
いや、これは大丈夫、大丈夫、大丈夫。これはもうあの、墨付きなんで。そう、これはそう、あの、ちょっと隠れてしてないんです。あ、いや、でも社長が走ってくるかもしれんから、走ってみよう。確かに、それはごめんなさい。社長来たら走って。全員で脱ぎましょう。みんなで走って逃げましょう。全員で。お得すぎる。どうせ、社長乱入、あの社員みんな大爆走。みんな爆走。大闘争。大丈夫。明日インスタライブやる人がいなくなる。本当ですね。みんな走って逃げて誰もいなくなります。何セットありますかって書いてあるけど、何セットやったっけこれ。これは、10しかない。10。あ、10。それで色は何色ぐらいあるんですか？色ね、何色やったっけな。これは分がある分やから、サンプルに書いてある分と一緒やと思ってもらったらいいんで。うんうん、でもランダムなんであるんですけど。ランダムなんで7つ。じゃあ結構何が来るかわからないからドキドキな配信ね、あの内容ですね。それいいなぁ、いいなぁ。もう今回はもうお客様様様サンキュー感謝デーなので、値段わかりやすいですね。そうそう、前だ、わかりやすい。高野菜は反省会にならないことを祈りますってコメント来てます。じゃああのあれですね、長沢応援会、もうこれあの逆に入れ残ると何しとんねんっていうお客さんのね、あの、うん、そう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 、お声がなかったの、そうそう、なんか期待に添えへんかったんかっていうんで、うん、逆に怒られるパターンなので、うん、あの目指せ完売です。そうですね、目指せ完売で。そうそうそう。いや、それはでも完売じゃないですか、即完売じゃないですか。一応あの受付はあの6日のあの梅田は11時からですけど、とりあえずメールで1回で、まあ、お店に買いに来るんでもメールで確保という形ですね。そうですね、はい。ちょっとそのね、セット数が限られてるから、そうそうそう、ね、順番がね、うん、そう、だからあの店舗行ったからって言ってあの早く買えるっていうわけじゃなくて、今回まあ送料無料もあるので、できるだけやっぱりおこもりっていう形、あの、まあ、あのあんまりね、あのわざわざ買いに来ていただくっていうのもちょっとあれなんで、送料も無料なので、できるだけメールで応募、はい、これかなりずっしりしてました。次、はい、次これ、おささん、何 A、B、C？ これに実は、名前がついてないっていうので、今ちょっとこれを C にしときましょうか。C にしときましょうか。これなんかめっちゃ重いし、いっぱい入ってる。これ C にしましょう。これ入れんの？うそそっちもカランダッシュ入ってたけど、フラインブルーはね、もう昨日の配信で最後の一本なんですけど、もうなくなっちゃったんですよ、あの後。あらら。うん。あ、コメント来てるんですけど、キャップレスの、キャップレス。キャップレスも、10。んちゃう？キャップレスは20。20！ いっぱいありますね。これはあの、多分トンチだと思います。20カラーズだから。ああ。なるほど。これ今見たら、ボールペン、スタイロボールペンって書いてある、メタルペン、これ。まあ、とりあえず取り置きだけでもメールで、であのご来店される方も全然問題ないですよ、あのご注文であれば。うん、で、ただ受付はね、受付で、そうそう、受付はメール。はい。はい、そういうのも入れる？ボソボソしちゃうわ。あ、そのセットすごい。あのお団子さん、おさらさん、そのセットすごい気になるんですけど、私もそろそろお店に戻らないと。あ、はい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 、はい、また後で見ます。またね、はい、ありがとうございます。バイバーイ。ごめんなさい、片手間でやろうとしたら全然取れない。そうなんで、全く取れない。ああ、おおおお、これ割と新しいじゃないか。しかも値段ついたままやったもん。お、これ書き比べセット、ニテロシリーズ、しかも4種類なんで全部揃います。まさかの。なんで、あの髪サワサワできます。これは店長的にはあなたの好きな髪を選んでください、最後。あの、書き比べて一番、そう、お気に入りを見つけてねっていうので入ってます。じゃあ、これ入ってるってことは、本体もいるよね。そう、なんか書くものがこのやつして、お
サイズは M6 です。サイズはって言われたから、うん、M6 です。リヒル最高に店長に伝えときます。シャン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 。おお。これ入れるの？出たよ。これ入れるの？マジか。はい、分かる人挙手。はい。ウォータープルーフ M6 ウォレットリング 11mm。 これウォータープルーフ、これまだファスナーついてるにくいやつです。これ入れたら向井さんに内緒にしてください向井さんに内緒にしてください。マジか。お財布兼ウォータープルーフ。そうそうそう、ここカードポケットがめっちゃついてる。貧血なしもし。ウォータープルーフ、これぜひ触ってほしいやつです、ね、そうそう、ウォータープルーフと、だからこの中でどれがベストなのか、そうベストなんか選ぶ。あとこれね、もともと値段これ、はいはいはい、25,000円プラス税。あ、仕事してくださいイエシこれはすごいちゃうんですよ奥さん、奥さんまだあるんですよこれだけちゃうんですまだまだね、まだね、まだあるんです。ポケットの感じ、そうそうそう、これこれ、おお、めっちゃ楽しめるぞ。ウォータープルーフペンで、ガラスペン、このガラスペンだってこの前発注してやっと入ってきたんですよね。このか、まあ、この紙で遊ぶもよし、ボールペンでガリガリ使うのもよし、このガラスペンで、ね、めっちゃあの人気帳みたいに、そうそう、基軸でペン先ガラスで割と手軽でお値段もいいんですけど、すごい、まあ、軽いんで、あの手軽に使えるガラスペンで割と接客してます。リビューガラスペン、あ、そうそう、めちゃめちゃ多い。そうそう、まだガラス軸使うのちょっと多くの人とかもこれやったらね。でもさ、これだけじゃないよ、あとまだ多分僕もインクが一緒ぐらい入ってるんだな。見た、ある、ある。お、パーサーもちょっと言わんと大丈夫これある、今見てしまう。これね、これこれ、せっかくだからあっち行ってしまう。そうします、ちょっと待って、 CM どうぞ。はい、今回の B セットのインクは、あ、C セット、すいません、すいません、 C セットのテク2、 C セットのインクはダダダダダダダー、トナンドリズムリムズの自分のインクでしょ、パー、俺のインク私のインクでした。これは色も固定かな、で茶屋町の色なので、茶屋町グリーン、あの私が各店舗の色として作ってくださってて、茶屋町が移動になった時に殿さんが「茶はグリーンだね」って言って、グリーンの色で、ラメもグリーンラメなんで、これめっちゃ意外とすごい使いやすくてお気に入り の、 あのインクの一つでもあります。それが入ってる、これが入ってる、はい、戻ります。なるほど、ぜひともじゃあこれあれですね、ガラスペンと、ガラスペンとこのやつで使ってもらって、なおかつキーワード集めてもらって、そうやね、もうステッカーも手に入れてほしい。ステッカーもウォータープルーフのあのね、ところにバンって貼って、貼ってもらってい、らっしゃいませー、グリーンラメ、そうそう、グリーンラメで、なんかね、まだ終わってなかったっけ。え、まだあんの？あ、そう、あったあった。え、これもう、え、大丈夫かな、大丈夫なこれ、しかも割と大きい、これすごいぞ、ちょっとじわ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 やね、うん、じわじわ、うん、うん、うん、もうこれでラスト、でも、ね、でもまだある、え、なになになに、ない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 、はあ、すごい、え、ちょっと待って、ちょっと待って。
で、こう頭おかしいんじゃん。言っちゃう。あえてしまった。放送禁止用語あります。あ、そっか。え、だってこれ大丈夫な。え、店長大丈夫なんですかこれ。まあもう、まあさ、いいか。走ってきはらへんから、ね。まあ大丈夫か。走ってこないから大丈夫。まあこれ、まあ店長の気持ちがいっぱいこもったセットって言っていただければいいですかね。あとまあもうお団子も一緒に持って帰るよっていう。夢が詰まってる。あ、これでも素直にびっくりしましたね。これだけ続いた後に最後これは。まあ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 、まああの、まあ、ラメインクなんで、できるだけこれはガラスペンで使ってほしいですけど、ビスコッティは、まああの、ラメ、まあ、その行くのがおすすめです。うんうんうん、我々からこれをラーメン入れてくださいとはとても言えない。まあ自己判断になっちゃうので、まあ、あの入れなくはないんですけど、まあ、できるだけ普通のインクの方が、まあ、あの、初めはね、いいと思います。これ何、これ、C セットかなりお得っすね。これ何が、何が、何が、これが一番あれか、一番高いよね、これ。これで、1万5000円プラスで1万6500円だから。じゃあ、そっか、じゃあ、オータープルーフの方が高いか。ああ、ごめんごめんごめん。空箱でした。オータープルーフが一番高い。で、これ、じゃあ、皆さん、これ、まとめて、こう、ウクラ万円で、ウクラ万円やと思いますか、これ。あ、どこまでかセットがわからなくなった。まあ、とりあえず、じゃあ、まずこういう。最初から振り返って。カナディッシュのボールペン849からの、ミテロのリフィール M6 が4タイプからのウォータープルーフの M6 サイズからのガラスペンからのフローリングの団子インクで大取りになったのがウィスコンティのブリーズのマネッツですね。これもでも色と出幅があるからこれもランダムになりますね。はい、ウィスコンティもですけど手帳の色は何色が入りますか？これもランダムです。ランダムです。基本的にだから色決まってるんで言うと、インク、団子インクぐらいか。団子インク、カナンダッシュの849。リフィルは全部確実に入ってる。これすごい、素直に。で、値段でしたっけ？あ、値段、言うの忘れた。値段がいくらや思います？ C セットが、まあ、わーっと言ってたんで、そう、本当に何がメインやねんっていう話ですよ、ほんま。ごったりですね。すごいですね。で、あ、逆やった。これ逆転してますけど。感謝を込めての、じゃあ皆さんの感が良ければ。もう値段発表してよろしいですか？いいですか ?3 万9000円。そう、正解者がいたでもあの当たりやけど何もないです、あのメールで6日の11時からまたね、はい、お願いしますね、またはい。39,000円、これが5セット、5セットです。もう本当にあのぶっちぎりほんま目指せ完売です。なんでまあちょっと早めに予約、まああのね、また予約方法もっぺん教えますけど、そうですね、まあ、の6日の梅田は11時からメールで予約を、うん、あの順に受けるという形で、電話もとりあえずあのやっぱり数が少ないんで、ね、電話じゃあ取ってたらダメなので、メールでバッとする感じなので、あのどうなるかなと思うんですけど、目指せ完売です。電も梅田もなので、本当にもうお客様様サンキュー様様のセットにはなるので、うん、いやでもわかんないですよ、それは家の中でも十分だから楽しめるんじゃないかな。そうだ、1万1000円以上で今送料無料なので、店舗の方もあのご応募可能です。さあ、合言葉そろそろ言おうか。そうだね、ありがとうございます。さあ、じゃあ一旦ここで合言葉発表。はい、了解。合言葉の説明もしておきます。はい、もう一回、はい、配信電車、こっち側、はい、配信電車の合言葉、はい、いきますよ。なんだ今日は、こっち側で、
分終わりちゃう、下で終わりちゃう。なんかすごい早い。そう。気がする。配信電車の合言葉は。今日は。そうですね。今日ここです。で、合言葉は。昨日もこんな展開を僕ちょっと離れたところで見た気がするんですけど。あの和音のんね。和音のん。見てる。そう、ちょっと今固定にしました。はいはいはい。とりあえず。昨日もんやったけど。そう。あ、それも言ったの。昨日もん。まあまあ、それは IGTV 見てください。うん、はーい。そう。まあいろんな運がありますけど。はーい。で、最後、フィナーレ5日がラストの合言葉になります。あ、一応全部 IGTV 残してるので、合言葉は、わからない人は、ちょっと、見ながら、聞きながら、振り返ってもらったら、どこかで言うてるから、ね。あ、言えてる、言えてる。そうすると、合言葉言っていただいて、メール取り置きとかしていただいた人には、声。はい、ステッカーをプレゼントです。はい、判定してるから。あ、そう、判定してるから、ね。配信電車の、はい、ですね、合言葉プラス、送料込みで、言っていただけると、今回のその、サンキュー袋はもう1万1000円全部超えてるので、合言葉さえ集めてくださったら、まあ、予約受付はさっきも言うたけども、そう、6日なので、合言葉もうフルに揃ってから の予約受付かな、うん、このサンキュー袋に関しては。だから、今までの放送で紹介してるもので、何か狙ってるものがあるんやったら、それまでの間に、そう、取り置きで、はい、もしも、そうですね、ください。ただ、今日紹介してるものに関しては、その、待ってもらわないといけない。そう。ね、これ何ちょっと待って、これ何ラスト一応ラストで。やらせ。大きいよ。大きいということは、何でしょう。何あ、あとからまた値段言います。あと ICTV 残すんで。はい。オリジナルのインクがこれ前から出るか入ってるから入ってこないかなと思ってたけどあった、うん、これあうちの色茶屋町グリーンキャスターの早いなちょっと待って私手袋やってる間にもそんなこそこそ行くコピーでもいいですまず1個これが最後の D セットでデン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 
メールで、はい、連絡ですね。その後配送できる感じなので、あのウェブで売ってるとかそういうではなくて各店舗のものにはなるので、詳しくまたあの IGTV にあの電の話もこっち側も言ってますので、またよかったら見てください。あとあの数そんなにないので、あの受付時間通りに、6月の6日の11時から梅田は受付してますので、あ、そうそう、電は10、そうそう、電は10時から、はい、おいたメイドさん、はちょっと待って、顎が、顎ちょっと顎出そうだった今。おいたメイドさん、え、これ入れる？すげえ。ジャジャンジャパンブルー。なんかね、デンはさ、ファイヤー切り出しさ、なんかあブルーで攻めますせ。爽やかに。攻めますせ。これね、そのやっぱりこのね。
見えるから。お団子の話が入ってこいね。おさらさんの手、そういうの、そらそうやね。あ、持ってる。地幅違いでもいいんちゃうかんないけど。金属感がやっぱり。あ、このね、重厚感というか重いよね。それがまたいいのよね。見た目でも重たそうに見えますけど、うんうんうん、意外と気にならないんですよ。あ、そうね。あ、そうそうね。軸も割と太めで、ずっしりしてて、すごい、あの、握りやすい。そう、握りやすい。弱点やけど、ごめんね。藍で染めてるんでしたっけ。そうですね、ジャパンブルーやからね。これ、地幅はわからんかな。今、ついてるの、とりあえず。どの字幅が入ってるかは分からんけど、ジャパンブルーは入ってる。ちょっと赤みが入ってるのが映ったらいいんですけどね。ああ、入って入って、分かる分かる、うんうん。ブルーだけじゃなくて、ちょっとパープルっぽさ、赤、そうそうそう、すごい綺麗よね。この光沢感がいいんでね。はい。それに、まあ、店長的には、茶山のインクを入れてほしいっていう願いも込めての、ちょっと見えてしまったけど、何、どっちでもいいっすよ。それでも気になりますけど、いや、分からない。あ、うん、しましょうか。うんうん、攻めてますね。この箱多分見たことない。じらすね、じらすね。もう知ってる人は知ってる。あ、またじらすね。いいですか。うん、よし、いい、みんな。あ、うん、何これ。これルミナスシャドウ限定品の。開いてないんじゃ、開いてた。シエラーさん。タグ取った方がいいんじゃん。これでね、樹脂のここの、この雰囲気からの、見えますかね。行きましょう。うん、そう、IT ブラックなんですね。こっちちょっと一回、見えへんか。いや、いけた、ここや。IP ブラックの2部なんで。見える、皆さん。結構珍しい。センター恐怖症の人、ごめんなさい。何色がこれでいるんですよね。うん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 、ブルーと青と赤と緑とこれ。なっしゃると思う。これサムネにする？サムネにする。いいな。むしろつけない方がでもいいかもしれない。うん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 。そう、21金でね。これ値段いくら？いや、ちょっと見とれてた。うん、値段いくらこれ。見えへん。わ、まあまあまあ。もともとこれ結構高いですよ。結構高いってこと？高い。うん、限定品ですし、もともと値段がもうですね。ちょっと見えへん。え、マジですか。うん、お年頃や。ほんまですか。ちょっと見づら。ちょっと聞かなかったことに今。10万円でした。悲しい現実を知ってる。ああ、見えた、うん。そう思ったら見えた。一瞬、あの、8か9か分からない、ね、0か分からない、ね、これだけで10万か、うん、お団子の廊下を見ない、しらしらしら。ちょっと怖いですね。いやもうビジュアルと年齢を隠せませんな。セーラーえらい攻めてますね。お前セーラーで、ごめん、なおしゃべりながらごそごそしたけど、これあの袋が大きい理由が分かった。うん、他だってみんな小ぶりなのに、これ、よいしょ、下がろうか。こ
ブリーでルミナスシャドウ結構でかいっすよ。いや。あ、あれコンプレックス。アショルドや。こんなでかいアショルドの箱見たことあります？もう画面いっぱい。なんかさっきの手帳のさ、向こう行ったっていうか、これと比べたらいいんですか？あ、そっかそっか。コーベインと比べよう。箱分かりやすい。はい。何個分？遠近法よ。こんなアショルドの箱見たことあります？皆さん。めっちゃでかいですね。まずそもそも配送どうすんのやつ。あ、でっかい。でっかい箱いるね。そうそうそう。行くわよ。皆さん行くわよ。これなんか知ってる人逆に。ミッチっすよ。うん。なあ、すごいよね。でかいよね。大丈夫。マジか。すげえな、びっくりしたわ。これね、これ多分知らないでしょ。いや、ほとんど知らんのじゃん。これだってそもそもさ、じゃん。なにこれ。ダイヤリちゃいますよね。手法頼むよ、これ。じゃあごめん。これすごいな。これ、ちょっと、ダン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 。あれ？うん？ファスナーがある。ファスナーがある。怖いよ、皆さん。そう、A4 が大きいから。はい。うわぁ、来た。すごいわ。わぁ !It's my コレクションリレー。コレクションリレーってになるよ。ペンホルダーがめちゃくちゃついてる。めちゃめちゃついてる。これ何本入るのこれ。これすごい。はい。48?マジで数えます？ゴムのところこの穴のところ、うん、はい。みなみさん見たことあります？これ。アショウはさ、片山さん乗ってないと思うよ。ああ。これ多分あれじゃコラボじゃん。中澤と。すごいなこれ。中澤とアショウさんコラボかな。うん、ちゃうかな。48本入る。で、あとやつめちゃめちゃ分かってんのは、やっぱこうペン同士がこのままやったらこう。ガッチャンするよね。ガッチャンするのまたこの皮で。ラップがついてるから。皮で。でこれドローイングっていうあの生地ですね、うんうんうん。もう今ない。手塗りでやってるから一個一個この質感近づくの。そう。このムラある感じがよりこういいよね。びっくりしてすぎて笑ってしまいました。手塗りかも。そんなの。あのこれはまあ、 あのたくさん持ってる人は自分のコレクション見ててニヤニヤしてもちろんこと、うん、でもこのセットをもし購入しはった場合多分日本はここに入るいけるか、いやこれどこならいけるか、あのまだこんだけいっぱい持ってない人はどんどん増やす、あといっぱい持ってる人はオリジナルのすごいですね、ガンベルトみたいな、あめっちゃいいんだよ顔のこれすごい。リセット。ねコラ、これ多分うちのコラボな気がする。なんかさ、あったらマスコさんのコラボやったと思います。結構でも前じゃなかった。うん、な結構前みたい。うん、これ東京ペンションで売ったもんだ。ドローイングがだってもうないから、うんうん、いいやし。あ、いいね。書くの48本。それも楽しいね、うん。中にインクの色変えてね。そう、もちろん。で、これが、おお、やっぱりこれは、え、やっぱ行きますか、そのまま行きますか、もうお腹いっぱいとかで、これさ、このペンケースもともといくらの、ああ元値が、おお元値いくらですか、8万、あちょっと5万8000、5万8000プラス税、もともとが、もともとが、まあ、だから結構元は高い、フルトータルになったらどうなるよこれ、すごいな。ちょっと待って、計算しよう。5万8000円と。で、うちのインク1800円。で、ミナスシャドウが10万円。ちょっと待って。はい。足す。で、あ、これタグないのかな？あ、タグないんじゃん。こっちか。ないわ。ジャパンブルー2万円くらいだけ。ジャパンブルーだけ見ていきましょうか。はい。この箱すごいよね。でも顔そんなちっちゃないけど。ジャパンブルー
が、うん、5万5000円税込みやから5万円ですね。ああ、これあの合わせたらこの値段、あの税抜きやけどね、これ、うん、これからからの、もう言っちゃっていいですかね、もういい、もうでもやっぱこれよね、これそうこれよね、これそう、それにかけてきてはいますよ、ね、言いますね、はい、139,000円、おお、これがですよ、これが139,000円になる、139,000円税込み、これは三級セット、これあ税込みですよ、これは三級セットは税込みだからすごい、139,000円すごいな、これは4セット。おお。確か、これ色が何個か色かな。あ、あるある、カーキーとか。レッドがいいか、あ、あった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 。それがどれが入ってるかな。ルミナスシャドウも、うんうん、どれが入ってるか分からない。ですです。なんかまあ、ジャブンブルー持ってる人も言いはったけど、まあ、持ってる人は持ってる人で、もし開けたら、字幅違いがあったらそれはそれでラッキー、同じやつがあったら誰かにあげちゃうとか、もう一個あのもう一個自分用にとか、これすごいな、まあ絶対インクは入ってるっていうね、でもう一回ちょっと最初からじゃあ振り返ります、行きましょう、行きます、これが全部だから今4セット紹介して、そうですね、4セットです、4セット、これが2セットで、数が4つ、じゃあまずまあもっぺ A からよいしょ、 A からまず、はい、キャップレスあ、それが何セットでしたっけ、これが、A セットで20セット、はい、値段は1万3900円です、はい、またもっぺんあの最後に言いますんで、あの受け付けと、もう一回ね、はい、はいはいはい、手帳セット、ポーキットが入ってるけど、はい、これはいろんな色ある、まるで、そう、まるで、それとペンホルダー、そう、これ長澤のオリジナル作ったやつです、ワイドタイプのやつかな、はい、これが SS の5本、北の坂ナイトブルー限定カラーです、キプレザー、このセット、はい、いいですか、これが B セットで、 B セットで、はい、10セットです、はい、金額は13,900円、はい、大事です、よいしょ、これがモリモリセットで、チーセット、そう、チーセット、まずはカランダッシュ、はい、でこれがギフィル、はい、見てろ、3つだね、4つ聞き比べセットからのガラスペン と、ね、ダンゴインク、ダンゴインクとグリーンラメです、それからウォータープルーフか、はい、そう、もうどれがメインかもわからんやつ、ウォータープルーフ、これはいいぞ、からのさらにまさかのウィスコンティのグリーズ万年筆、これも色はそうですね、わからん、ジェハーバーはわからんけど手に入る、入ります、ビスコンに何がいて、このキャップの、はいはいはい、マグネット、マグネットがね、珍しいですもんね、うんうんうん、これが5セットで C セット、 C セット、39,000円、はい、
ですです。そう、それとそうだね。そしてそう、シーサイドと大変なんだね。で、からの、今回、麺。よいしょ。あ、はい。ジャパンブルーと、ジャパンブルーマンネージと、神戸インプの、チャスカグリーン。あ、違う違う。ルミナスシャドウ限定万年筆ですね。これのブレーカーの色と、アシュフォードさんのキーペン。ドローイングの48本だけのコレクションケース。いらっしゃいませ。マイコレクションすぐ入れてください。いっぱい。これが D セットで、はい、4つですね、これはご用意、はい、でお値段が13万9000円、はい、で、さっきのもう一回言う、はいはい、あ、じゃあ、あっち行くね。じゃあちょっと向こうの方にカメラ切り替えます。それお支払い方法なんですけど、ね、あ、そう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 、まあ、それも説明しないといけないから、そうそう、これもお支払い方法は代引きと、これ色が反転してるか分からない、代引き、銀行振込み、ペーパル、で、ヤマト。指定ね。指定ですね。うん、はい。時間もいけます。ね、でもメールにも、あの、応募の時に打ち込んでいただけると、ラリーが、ね、あの、減るので、ありがたいはありがたいです。あ、これかな、これかな。これ、これ、これ。おさらくん、これ。で、受付方法は、これ、合ってる額。映ってる？ちょっと外してもうた方が、あの後ろい、あ、違います違います、待ってくださいね、これで動かします、はい、これね、はい、139周年感謝袋、受付は梅田茶屋町のアドレスで、今日今回梅田茶屋町店が紹介したのは梅田で、店が紹介したやつは店で応募してください。店の、あのメールを梅田でや受付しても、あのーきっと多分溢れてしまうので、直接店舗で、各自店舗でご応募ください。で、梅田茶屋町店は11時オープンなので、5月6日の木曜日11時から予約開始、メールで予約開始になります。先着になるので、あの順番、さっき言った数が5本、4本だったり20個だったりするので、それが予約、あの埋まり次第終わりです。で、全員、あの、今回、あの、メッセージですね。全部メールにしてます。DM でも、そう、受付がちょっとできませんので、お願いします。でね、お願い事が、はい。ありがとうございます。打ちます。はい。ご注文がね、ちょっと殺到する場合というか、はい、結構今でもね、あの、ご連絡いただいてますのでね、うん、商品発送までにいつもよりもお時間ちょっといただいてしまいますけども、そうですね、あの発送の準備順次、あの受付させていただいて、はい、我々進めますので、はい、あのお待ちいただくようによろしくお願いいたします。で、あのイベント中に取り置き、あのこれ以外取り置きしている方も、あのもしかして、まあ、ちょっと優しい、私これとこれ取り置きしてるけど一緒に、あの合言葉も入れるから一緒に送ってねってみたいな感じで言っていただけると、よりミスがなくなりますので、やっぱりちょっとあのね、あり入れ忘れたとか、過去のやっぱり取り置きとかもあったりはするので、その言っていただけると、ちょっとまあお願い事にはなりますけど、少しでもあのスタッフのミスもお客さん の, あのいいように届けたいと思うので、合言葉と一緒に入れていただけるとお願いします。はい、で、一応、文字情報として、最後のセットのおさらいさせていただきます。はい、持っておきます。いきますか。はい、この内容でね。はい。サンキュー福袋、梅田茶屋町店のです。はい、これは全部税込みで言ってます。ちょっと一部、商品名なんですけど、カラーがどれが入ってるか分かんなかったり、地幅が違うかったり、あとインクも色が違うかったり、あの色雫とかですね、参考、まあ、まとめて今日はたまたま3つ違う、まあ、もちろん3つ違いますけど、あの色でしたけども違う色が入ってたりします。それ以外はほとんど瓶のインクは茶屋町が入ってたり、お団子インクは入ってます。マネースの方色が違うかったり、地幅が違うかったりはします。ご了承ください。もちろん手帳も
あの同じサイズですけど色も違うものが入っている可能性はあります。返品交換申し訳ございませんが、あのご了承くださいという形ですね。色変えてとかはちょっとごめんなさい。今回サンキュー袋になるのでそのまま買っていただけるとありがたいです。各店舗梅田と店も販売を目指しております。本当にこれもあの全部ねお得な商品にはなるのでセットになるので、本当にまあもうどうせ完売してるから応募せんとこうとか思わずに、もしかしてねあのキャップレスなんて20個とか割とあの枠あったりするので、まあ、調整してもらったらそれはそれでいいかなと。そう、まずとりあえずメール送らないと始まりません、うん、というわけで気になることは即所で、そうですね、あっという間でしたけども、はい、あとこれ IGTV にも残します、うん、じゃあ戻ってきてもらいましょうか。はい、出たかな、いい感じの時間。ということでね、あっという間でしたけどもね、明日で最終日か。そうです、明日で最終日です。はい、よろしくお願いします。もし何かご質問等ありましたら、それもメール等でいただけましたら、そうですね。お答えするようにはいたしますので、じゃあ本日終了をこれ見て。そうですね、連日見ていただいてありがとうございます。はい、またね。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。